どうも、KU ポニーの野崎です。僕はこれまで小中高大学生のべ2000人ほどに指導してきました。その中で感じた教育やコーチングについて大事なんだと思ったことについて、このラジオでは発信していきたいと思っています。さて、えー、今日のテーマは、えー、野球のことについてなんですけれども、えっと、内野用のグローブを使う理由ということについて、 話をしていいきたいと思っていますえー、っとですねそのちょっと前に行く前にですね僕はちょっと今フェイスブック上で、まあ、非公開のね、えー、グループ野崎ラボっていうものを運営していて、まあ、ラボっていうのは研究するっていうことなんで研究室ってことですねということなんですけれども、まあ、野球の研究をするっていうことで、まあ、そういう非公開のグループをやっていて、まあ、そこではまあこういった公開できないっていうかしないような話とか えー、なおかつもっとグループで深く話ができるようなこととかあるいはグループがですね荒らされないような、えー、そういったメンバー方のみちょっとご招待をさせていただいて、えー、そういったものを運営してるんですが、えーっとまあ、そこで、えー、出てきた話ですねグローブの使い方についてちょっとあのどう思うみたいなことを聞かれたので、えー、話をしていきたいと思っていますで、えー、本題に入るんですが 僕のチームではですね、えー、と入部するときに保護者と選手に対してですね、えー、説明をするときに1つ前、えーまあ、伝えていることがあってそれはグローブを買うならできるだけ内野用のグローブを購入してくださいということを言っていますでこれはなぜそう言ってるかっていうと大きく2つ理由があるんですよね 1で一つ目が、えー、とうちのチームでは、えー、どこのポジションも守るからということがありますで、えー、これは何でかっていうとまあこれ将来のことについて将来のことを考えた時にたくさんのポジションを守れた方がいいんですよね中学校の時に1つのポジション例えばうまいからショートだけとかあるいは ちょっと足が遅いからファーストだけみたいな体が大きいからファーストだけみたいなことをしてしまうと高校行った時にそこのポジションしか知らなかったら他のポジション行けって言われた時に戸惑うじゃないですかだからこの中学生の年代ではたくさんのポジションを守らせてあげたいとで多くのポジションの特徴をつかんでもらって高校行った時に 1、まあ、一つのポジションに固定されるなは固定されるんでいいんですがあるいはあの、ね、チーム事情によって、えー、ここのポジション行ってほしいって言われた時にすぐさま対応できるような、えー、ことをしてほしいなと思っていてそのためにやっぱ中学校のうちからいろんなポジションを経験しておいた方がいいと思うんですよねであとはですね、まあ、いろんなポジションを経験することによって、えー、あ他の ポジションの人の人気持ちが分かるるということもあるんですよね。例えば、まあ、ショートを例に挙げるとショートしか守ったことない子に関してはファーストの気持ちっていうのはなかなか分かりづらいとどういったボールが取りやすいかとかファーストって意外と難しいんだなっていうことも分かんないですし 逆もありますよね。ファーストしか守ったことのない人はなんでショートはこんなボールしか放ってこないんだみたいなことになっちゃうんでやっぱりいろんなポジションを守ることによって相手の気持ちも分かるなということを思っているのでいろんなポジションを守らせているとそのためにはやっぱり基本内野手用のグローブであった方がいいんですよね。 外野手用のグローブで内野を守るってやっぱ持ち替えとかでも時間かかりますし、えー、まああんまり良くないとファーストぐらいならいけるんですけどねでまあ内野手用のグラ,グラブを使って外野手用はいけるとは思うんですが、えー、外野手用のグローブで内野はいけないのでできるだけ、えー、内野手用のグローブを買ってほしいとで家計のことも考えて内野手用と外野手用2つの中学生のレベルではまだいらないですから もううつだけででいいと思うんですよね。そのために内野手用のグローブを買ってもらっているっていうことがありますでもう一つがこれの方が大事なんですが、えっと、グロ内野手用のグローブを使っているとグローブの芯でボールを取る感覚が身につけられるっていうことがあります内野手用のグローブって基本小さいですよね で小さいっていうことはやっぱ手のひらの感覚に近い感じがあってでここで取ったらボールがパシッってなるっていうところが、えー、あるそれが分かりやすいですね面積がちっちゃいので、えー、芯で取れよって言っても分かりやすいと一方で外野手用のグローブはどうかっていうとグローブが長いんですよね長いということはごまかしがきく網の方で取っても大丈夫みたいなこともありますし えっとそこに逃げちゃうこともあるんですよね。楽なんて。手も痛くないし。っていうこともあって、えー、外野手を,を中学生に使わせると、ちょっとその先つながってこないかなっていうか、高校行った時に死んで取れない選手って、ね、やっぱ持ち替えができないし、これはもう大学行ったらもう持ち替えめちゃくちゃ早いんで、もっとプロなんかもっと早いですかね。なので できるだけ中学生のうちは内野手用のグローブを使って、えー、芯で取る感覚であったりとか持ち替えの速くする感覚であったりとかっていうものを持ってほしいので、えーまあ、こういった内野手用のグローブをおすすめ、えー、しています。で、まあ、僕自身の経験からなんですが、まあ、1つ目のいろんなポジションを守るっていうことは、えー、すごく大事だなと思っていて。 えと中学生の時に京都田辺っていうチームに所属してたんですがそこの練習方法は毎日紅白戦だったんですよねでしかも子どもたち同士でポジションを決めていいといろんなポジションをとにかく守れみたいな感じだったんで実践感覚がついたのと本当にいろんなポジションをみんなで守ったんで、えー、野球の経験っていうか知識とか。 見え方といいいうのはすごい広がっったなと思っていて、その広がりがあったからこそ高校とか大学でもなんかいろんな選手と僕話できたかなというふうに思ってるんですよね一方で中学校の時に1つのポジションしか守ってない子と高校に出会った時に話した時にやっぱあんまり他のポジションのこと分かってなかったんですよねでそういったことを踏まえていろんなポジションはいいなと思いますし2番目の外野使用のグローブっていうのは 当時ですね、イチロー選手のオーダー用のグローブがすっごい流行ったんですよね。あの、網目のやつで、しかもグローブの先がさらに、えっと、くるくるに巻いてある、なんかね、先っぽで取れる感覚がつくみたいなやつのグローブが流行ったんですよね。で、それに憧れて、僕もイチロー選手と同じような外野手用のグローブを買ってみたんです。それは買ってみたのはいいんですが、 その時に技術が身についたかっていうと結構疑問でやっぱり外野手用のグローブってどうしても網で取ってしまうなってか取ってしまってたなっていう感覚があってで大学に来た時にボールを芯で取れっていう感じで結構教わってその時にやっぱ内野手用のグローブだなっていうのを感じて大学卒業した時にもう10年ぶりぐらい,ぐらい内野手用のグローブ買ったんですがやっぱり内野手用のグローブで。 やった方がまあ上手くなる持ち替えも早くなるし感覚が身につくので、えー、そういった意味で内野使用のグローブを使ってもらっているっていうことですねまあ、高校に行ったら、えー、外野使用のグローブとか使ってもいいと思うんですよ打球の速打球も早くなってくるし間一髪のフライみたいなここ取ってほしいみたいなフライとか出てくる と思うんで、ただ中学生にそこまで求める必要があるのかって思った時に僕はあんまないかなというふうに思っていてそれよりもグローブの芯で取る感覚を養ってほしいのでこういった理由から、えー、僕のチームでは内野仕様のグローブを購入していただけたらなとこれ強制じゃないんで、えー、買いなさいとは言ってないんですが使っていただけたらなというふうに言っております。 はいということで、えー、今日のテーマは内野手用のグローブを使う理由ということについて話をしました。それでは、えー、素敵な一日をお過ごしください。野崎昌司でした。